さあ今週も始まりましたザ・ヒット磯部君彦です。よろしくお願いします。そして今週のゲスト解説は清水丸三プロです。はい、よろしくお願いします。本当にもう忙しそうにね、あちこちと。そうですね、毎週釣りには行ってますね。ね、もう本当に、はい、さて今週はどっちの方に。はい、はい、今週は愛媛県の金車湖っていうところに行ってきました。ちょうど1年ぶりという話ですけど。そうですね。どういう印象を持ちでしょう。はい、すごいクリアで、はい、魚のクオリティはそこそこいい感じかなっていう印象がありますね。さてその印象通り行ってのかどうなのか話ですね。はい、それでは VTR どうぞ。はい、愛媛県の金車湖です。もうフル満水ですねパッと見て。で、ここってもともと水がすごい超絶クリアなところやから、ボトムが4メーターとか6メーターまで見えるような本当にスーパークリアウォーターですが、今日はいい感じになりそうで、気温も37度になるみたいなんですけども、熱中症に気をつけて行ってきます。はい、出てちょっと走ったところです。ちょっとシャーブローズからで、ルアーを回してみようかなと思ってます。どっかに固まってそうですけどね。もうええね。超クリアですね。こんだけクリアやから、多分こんだけ満水やからディープかオーバーハングやろね。今日の狙うところはもう言うてもね、ポストスポーンとかじゃないから、朝はアグレッシブに餌食ってくれるような気がするけど、26.6、昼前って多分もう28度なんじゃ。ここは非常に良さそうな岩盤ですけれども、これやっぱり狙い目ですよね。これそうですね、朝やからこう岩盤のところにパッと浮いてるバスたちがいないかなと思って、ちょっとこうトップウォーターを投げてるんですけどね。シャープローズを結構ピンク色がお好きなような。そうですね、下からでも受けてくれるかなと思って、ちょっと派手めな色をちょっとピックアップして使ってます。なるほど、まあ、見やすいですよ、釣り人もね。そうですね、はい、おっ、あっ、うー、出たのに今。よし、3匹ぐらいおる。ちっちゃい方が食うたわ。1匹最初のやつ大きかった。うっしゃもう1匹おった。これ最初のやつが大きい方やわ。多分タイバス、これ綺麗ですね。黒々とした、綺麗、黒々とした。嬉しすぎる、嬉しすぎましたもうホッとしましたよ朝しか食いませんからね、こういうルアーでは。もうカバウチかピクピクかワンズバグ放置か、バス見えないですよね。おるんやろうけど深いところにめっちゃ見えんで。ちなみに5メーター見えてるからね。うわー、釣れへんのか。出てきません今の食いそうやったけどな。もうちょっとしていかなあかんのかな。この辺の魚全部上流いっちゃったんかな、でっかいやつ。結構しんどい引いちゃうん実は。あれ大きいよな。一方俺はグループなってんで。なってますか。なってますね。釣れるかそれんか知らんけど。これはバスを見つけて再度やっておられるところですか。バス見つけたんですけど、はい、ちょっとこう見えなくなったんですけども、その辺に、IR ジグをピッチングしたっていう感じで。なるほど。おお、見えたやつ1個釣れたよっしゃ2つ目ねえ、今のね5、6匹いましたからね、ここに。で、IR ジグ入れたらもうそのまま追ってる最中に食ったって感じで。まあ可愛いけど、ナイス、順調ですね。
頑張っ。これ夏でしょ。あー全インネットにしかバスおらんじゃん。超様パターンですよ今日は。うわ釣れそうやけど。入ってんわバス。うわ出た。うわー、サイズだったな今の割に。バス見えへんから嫌やな。たまに見えるだけで、そうたまに見えるやつを釣らなあかんのかな。でもそんなんじゃないと思うんやけどな。はい、何も釣れないです。これにします。一回 JJ で。魚がねちょろっとしか見えへんからね、ちょっとこういうなんでパワーを落として食うんかなって感じなんですけど、下から上がってきて、まあ今日無風ですからねこれ。あのこの JJ ミオですけれども、これクランクベイトよりも若干動き弱いって感じですね。そうですね、あのもうあの別物と思ってもらっていいかなっていうぐらい、あのクランクベイトよりはもう全然弱い、動きをしますこのルアーは。なるほど。でも動きがもっそうこうなんか思わず食うみたいな。そうですね、細かく言うとあの表層を意識してるんで、あの思わずバスが口を使うかなっていう感じです、はい。激深いなバス多分これ。風が一切ないからやばいよな。あの開始早々にトントントンと釣れましたけれども、はい、長続きしないでおります。そうですね、もっとあのシャーブローズ本当は出るかなと思ったんですけど、はい、なかなかこう見えてる魚も少なかったし、はい、でチラッと見えたやつを IR ジグでこう潜っていった時に だいたいこの辺かなと思ってピュッて入れたらまくったみたいな感じでしたけどね。あの時期的には岸側におってもおかしくないような。そうですね、はい、もう少し見えててもおかしくないんじゃないかなと思いながら釣りをしてましたやっぱり、はいはい。と冒頭おっしゃいましたフル満水ということで、はい、フル満水の場合我々レベルでどう攻めていったんですか。やっぱり言ってもやっぱあのそのオーバーハングとかを釣っていかなければならないと思うから、はい、やっぱオーバーハングの木はサイドとか、まあ、フロントでもいいからそれをやりつつ岸側にスペースがあったらもうとにかく岸を釣っていくのが一番いいのかなと。あのオーバーハングでもね、はい、あのプロの方はキャッセンが違います。こんなとこ投げられないんでしょ。でも無理して投げるよりもやっぱり横をうまいこと釣っていく方がいいかなと。であとはオーバーハングがないところの岸を釣るとか側ですね。そうですね、はい。ちょっと行っとくわ。よし行きます。じゃあ次これDDX オーバーで。セオリーから逸脱してる釣りやねこれ。完璧に。ライトリグクリアやからなここ。ここはもう清水モルゾープロのこれは維持ですね。これはちょっと維持も入ってるかも分かりませんけど、やっぱちょっと深いかなと思ったんで DDX オーバーのディープクランクベイトをちょっと投げたっていう感じですけどもね。ここはもう独特のアンテナがきましたね。そうですね、はい、シャピグラ固まってんのここに。今日流れますね確かに。ないな。はい、ディーゾーンダブルイロ2分の1チャンスよりもジャックハンマーのセルスブレードとかなのかな。ちょっと分かんない、とりあえず投げてみよう。大々会社来た来た来たがないもんね。うわ来てたわ。え来てたな。いました、下におった。めっちゃそろやん、めちゃくちゃ後ろにおるで。パス何メーター6メーター。さあそうかもな、もう7メーターぐらいから浮上してくるから。はい、ジャックハンマースレスブレード2分の1オンスです。はい5インチ
追っかけてくる数が少なすぎるよね。あー惜しい。見えました？かー惜しかったな。45ぐらいあったな今。細かったけどまだ回復してへんのかな。よっぽど活性は低いんやな、これ。ほんま朝の一時だけやったな、活性が高かったん。よし、外れんといてや。危ない。よっしゃー、おー、ナイスやっと来た。あー、長かった長かったねえ、痛いですね。やっと、えのきちゃん、やはりジャック、今日はスルスブレーだけどね、スーパークリアウォーターでタフやから。いやー、よかったマジでよかった。やってたね。でもね、まだポストスポーンだ。めっちゃやばいな、ビタ止まりやな。圧倒的に逆向いてるやろ。待望の風が吹いてきましたけどね。さて、風が来たので巻くかと思いきやジグですね。ここは浅いところで全然魚も見えないし釣れなかったんで、ちょっと深いんじゃないかなと思って風が吹いてても、ちょっとジグを入れてみたっていう感じですけどもね。まあ、これもビビッとアンテナカツオですね。そうですね。おい、マシ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 。危ない。よっしゃ、これはいいサイズ来ましたね、これは。はい、アイアルジグ丸飲みです。これ来た終わり今日。うわー、出た。でかい。耐えな、耐えてるかなり。いや、来たね。嘘のような本物の話だったね。さら、これディープかシェードしかいかんで。もう夏やな。2分の1オンス IR チェクでちょっと深めを釣らな釣れへんという。まあまあですよ、これも。外れそう。あ、これ。あ、これ。うわあ。よっしゃ。長い、細いけど、うえ、この何にもないもの真っ昼間にまだ丸飲みですわ。これも50ぐらいあるんちゃう。長いよ、めちゃくちゃ。こんな風吹いてへんのに。はい、一個しかないやつやりました。あー、嬉しい。50ぐらいありますね、これ。ちょっと今釣れたところって、こっち湾沿いなんですけど、そこですごい晴れ出してる大きな岬があって、その岬の
サイド深い側こう馬乗せてかこう岬になっててで沖にボートポジション取って深い側の右サイド岸に向かって右サイドのところにジグをフルキャストして今これ左サイド投げてるんやけどこうやって投げてで竿をこう立てた状態でこの時に追ってる時にも当たりもありますからねやっぱ5メーターより深い感じ余裕で深いですね多分6から8ぐらい、はい、今入れたことは4メーターぐらいだけどもうこう追っていくからすぐにこれこれぐらい距離取ってるのはクリアやからっていうことそうですあとはもうあの距離長く引けるのとはい、ちょっと上流に上がってきました上流に上がってくるの超久しぶりです熱っめっちゃ熱いすごいな、ごっついの食ったな今、ごっつい餌さすが上流下では一切見えへんかったね、あんなDDX オーバーこれ反ったな完全なるズガーンで50ぐらい来てほしいなもう 4m あるかな、ここでもさて、またまたディープクランク投入ということでどういった感じのポイントですか、だいぶ上流なんですけどもここだけあの三尾筋みたいに深くなってたんでちょっとあの DDX オーバーを投げたって感じですねよしよいしょずれました釣れました可愛らしいけどねまあまあこの釣れへんシエスタタイムにそうです太ってますね上流はね完全回復系のおっ惜しいあうわ、一発いっちゃった、しくったうまく食いそうやったなさあ、こんだけ酸素あったらここに集まるわな、まずうわー、でっかいの追っかけとったわ、今追っかけてきて、なんか下におった、今よしでうわいっぱいおるめっちゃおるでかいのもいっぱいおるでかいジェイでかジェイジェイ A サイズそうですね上はね一歩っとのパスジェイジェイすごいでしょいいサイズそうですね、太ってますね回復して来たかいありましたね、上までねよし、帰りましょうか、もうねいや、本当に今回もお見事、素晴らしい釣りでした、ね、はい、ありがとうございます、よかったですよかったですね、はい、では今回もヒットルアーのご紹介、まずはこちら IR ジグ2分の1オンスですはい、もうね、こうやって熱くなってきたらやっぱディープを攻めるのに欠かせないのが僕の中ではやっぱこの IR ジグの2分の1オンスがやっぱり鉄板かなという感じですね、はいで、これパッケージから出したままなんですけど、はい、ほんと1ミリぐらいちょっと先のガードを切ってもらって、はい、2本ぐらいを切ってもらうとフッキングも良くなるんでね使いやすいって使ってもらえればいいかなと思います、はい、
そしてこちらですね、JJ ミノーです。はい、はい、これは出たばっかりのルアーなんですけど、はい、まあ、サイズを選ぶのはちっちゃいのも釣れるし大きいのも釣れるんですけど、もう本当にこうやってバーってこう競争、ね、はい、ベイトでも投げれるし、スピニングで投げるとすごいバーン飛んでいくんで使いやすい色合いですね。はい、で今回上流と下流で魚の、まあ、回復度が違うって感じですね。はい、そうですね、やっぱ上流側の方が水温がやっぱ温まりやすいから、先にスポーニングして後にこうダムサイト側でスポーニングするから、そのやっぱりタイムラグで、もう回復してるのとか回復してないのっていう差ができたんじゃないかなと思いますね。なるほど。あとですね、ディープをですねこうジムで攻めるって、はい、あればしてみたいな、ちょっと難しいかなと思った。いや、逆にね、そのちょっとボートポジション取ってもらって、フルキャストして岸の方に投げて、そこから一回ボトムにつけて竿をスーッて上げて落として、でまたボトムにつけてスーッて上げてボトムに落として、で次重たくなった時にそれがバイトやからグーッて合わせずにガーンって合わせれば。なるほど、はい、で今回はその JJ ミノですね、はい、サイン入りプレゼントですね。そうですね、これ実際釣れたやつなんでね、はいはい、詳しくは番組の最後でお届けします。さて今回のポイントはこちら、夏のリザーバーはサマーパターンで攻略せよですね。まあ具体的にはどんな感じですかね。これはそうですね、やっぱ朝一は言ってもこう浅いところに捕食してるんで、まあシャーブローズとかトップオタケのルアーを使ってもらって、はい、そこからやっぱりちょっとこう10時とかになってくると、やっぱディープの魚も狙いながら、でもうサマーパターンっていうのはやっぱバックウォーター付近は外せないんで、その辺を狙ってもらえればいいかなと思いますけどね。つい夏は上をわっとやっぱりね、やっぱりディープにいますもんね。はい、やっぱ水温が安定してるんでね、はいはい、今日の VTR でしっかり見てもらったらね、はい、分かると思います。はい、回復して今回も非常に暑い中のロケでしたけど、はい、夏バテの予防法みたいなんですか。めっちゃ食べるし僕めっちゃ寝ますけどね、はい、あとはもう水をもうこまめに取るってことですね。なるほど、答えのことですね、はい、では来週は奈美ちゃんでございますね。若手トーナメンターの吉川十和さんとですね、奈良県の室尾ダムでおかっぱりに挑戦でございます。はい、珍しいですよね、十和君現役のトーナメンターで、まあ、おかっぱりするのも結構珍しいかなと思いますけどね。番組でも吉川さんのおかっぱり初めてですから。あ、そうですね、はい、もう 見応えがあると思います。またできたら一緒に行きましょう。おかっぱり何歩ですよ。何歩おかっぱりされるんですね。たまにここまだ歩きやすいですね。全然足場いい場所ですね。そうですね、この辺あ、めっちゃいますわ。めっちゃいる。うん、あー、ちっちゃい思ってたのと全然違うサイズが。めっちゃ重い。竿を上げて、竿を上げて、はい、はい、